はい、おはようございます。今回は6月18日ということで、今日はなんと J1 リーグ第17節柏レイソル対ヴィッセル神戸の試合がございますということで、早速ね柏の街へ向かっていこうと思うんですけれども、今日一緒に試合見る方なんと日本代表ジャパンさんです。ありがとうございます。で、前以前会った時はですね、こちらです、武藤選手のユニフォームをくれたですよ。というところで、今回お返しにこちら柏のバンディエラ大谷選手のユニフォームをねプレゼントしようかなと思います。まあ、今日はですねイエローサンシャインナイトをやりますので、めちゃめちゃスタジアム映えるんじゃないかなと思います。しかも満員なんでね、めっちゃ綺麗だと思いますね。ついにね間近でイニエスタが見れる可能性があるというところで結構ワクワクしてます。まあサビオ対イニエスタどういう戦いになるのか、まあ、あとはね大迫選手だったりホタル選手だったりといってね、まあ、代表クラスの選手もたくさん見れるっていうところで、非常にね今日楽しみな一戦となってますので、早速柏の街へ向かっていこうと思います。欲しいっすよね。一発目からじゃあやってます。はい。行きます。どう。サビオっす。サビオ、マジサビオ。これは熱いっすね。当たりきましたね。はい。こないだのブラジル戦行ってもおかしくないですよ。確かに。スタンドいましたね。確かに。いました、いました。いましたね。どうぐらいの方でした。三点目。どう。お。川口さん。おお、川口さん。おお、これ全然僕にとって当たりです。これ熱いっすね。最高っす。大谷さんかどうぞ。はい、ビッセル系来たら熱いっすね。熱いっすね。スンゲも入れるんで、さあ行きましょう。もしかしたら今当てたらワンちゃん勝ちたくない。確かに。どう、山田選手。山田選手よいしょ。開幕戦とか結構暴れてたんで。暴れてたんですね。今後やばいっすよ。行きたいっすね。落とすりゃ行ったけつかね。大谷キャプテン、あんなアジアカップで大活躍。そう、海外にも見つかってしまう。細山を。さあ、裏側はこれ、どっちですか。あ、どっち。風が今日は強いです。どっち。 4分の2が外国籍選手。まさかの助っ人が当たる。で、見えないところから誰かを叩いたり誰かを泣かせたり何度でも言う。うわ、あ、マジ声出しだったら熱いです。マジ一番大事だ。あれ、ビッセルめっちゃ陽気なんですよ。そうなんですか。めっちゃ率先してて選手より話さないですよ。めっちゃいい人ですよ。めっちゃいい。今日はスタメン前から。チャレンジ見れないですよ今日は。今日はチャレンジャー。チャレンジャーじゃないです。ちょっと期待してましたね。チャレンジャー、いくら。チャレンジャーも肝が冷えるんで。イニエスタ怒っちゃいますよ。親はガンで亡くした子供に、これまで3100名以上。あのサバにあんなに集まる、なかなか珍しくない。ペナルティーエリアでもない。めっちゃ密集してます。めっちゃ確かに狭い。独特な練習来ました。やばい。まとめてきました。ちょっとイニエスタ追っちゃいます。うわ、やば。あ、武藤ですね。やば。やっぱメンツエグいっすね。サップのパスか。なんかレイソルみんな黒髪で真面目だ。レイソルみんな割と優等生ですよね。髪の毛は。
挨拶行きましょう。